皆さん、こんにちは。皆さんはどんな人生を歩んでいるでしょうか。波乱万丈な人生でしょうか。尋常一様な人生でしょうか。前者であれば得られるものは多く、家福はあざなえる縄のごとし経験が積み重なり、さまざまな職業の土台として生かすことができるでしょう。そういう土台に立つ人々は突出したエピソードや才能が歓迎されやすい。芸能人職を選ぶ人が特に多いとされています。その中でも今回は2016年に68歳で膀胱がんを発症したことや、自宅が床上浸水の被害に遭ったことで知られている小倉智昭さんの歩んだ歴史をたどっていきましょう。とはいえ、世の取り沙汰も75日、小倉智昭さんのことを詳しく覚えていない方もいらっしゃると思いますので、プロフィールを説明しましょう。本名小倉智昭、身長173cm、体重75kg、 血液型 B 型、出身地秋田県秋田市、生年月日1947年5月25日、学歴獨協大学外国語学部フランス語学科、所属事務所オールラウンド、活動開始1970年。小倉智昭さんは2016年に68歳で膀胱がんを発症し、2021年には膀胱がんが肺に転移しています。がんの発覚経緯や治療については2021年10月4日に公開されたがんでの闘病経験のある笠井信介さんとの対談が放送された文化放送の国丸ジャパン局で具体的に語っています。膀胱がんの時、なるべく早く全部摘出した方がいいと言われた。ただそれが嫌で2年半くらい先延ばしにした。その間さまざまな治療をやったんだけど、中にできていたがんが大出血を起こして、これはもうダメだということで全摘をした。転移はない、これでもう大丈夫という話だった。しかし全摘手術が終わった後、定期検査を続けていく中、去年11月、肺に2本のちょっと影がある、ひょっとしたら転移かもしれないと言われ検査した。そこで膀胱がんの組織が肺に転移していたことが分かった。2年半ほど全摘手術を先延ばしにした理由についても語られており、膀胱を全摘するときに前立腺も精のうも勃起神経も切れるため、性生活を諦めるよう医師に告げられたものの、小倉智昭さんは性欲が人並み外れて強く、未練があったからだそうです。しかし手術後1年経過したときに、相変わらず性欲が強く男性ホルモンが残っていたため、医師に尋ねたところ、実は射精神経は切ってないと言われたようです。性能はないから精子は作れないものの、興奮し射精と同じような気分を味わうことができると判明。小倉智昭さんはこれを朗報だとトークで包み隠さず公開していました。この後治療に専念するため芸能活動を休止、半年の治療期間を経て復帰しましたが、肺の動脈に血栓を発見したことで10月27日に再入院しました。膀胱の転移がんは切除や放射線での治療ができず、体全体のどこに転移しているかわからないため、抗がん剤治療しか方法がないとのこと。半年の治療期間でどのような治療法を行っていたのか、再入院するに至った経緯など、これらは2022年10月19日に公開された文化放送の国丸食堂で語られています。まず化学療法の抗がん剤を4ヶ月にわたって投与したんですよ。副作用もなく元気だったんですね。ただしがんはなかなか小さくならなかった。それで別の薬ということで、免疫チェックポイント阻害剤という薬の中でキートルーダというのがあるんです。これが良さそうだからやりましょうということで、6週間に1回ずつ病院に通って化学療法のベッドに横になって点滴を打つのね。6週間ごとにずっと打ってきて、先生がものすごく効いてる、小さくなってるって言って、実はね、1月に緊急入院したんですよ。呼吸が苦しくなって動けなくなった。調べたら肺の動脈に血栓があった。医師からこのままだと危ないから今日から入院してくださいと言われた。その時は薬でうまくいって10日くらいの入院だった。血液をサラサラにする薬で大丈夫になったけど、ずっと飲んでもらわないと困りますと言われた。
だから手術の前にその薬をやめなきゃいけない。そうしないと出血が止まらない。それで27日に入院するんですけど、28日に人生剣っていう背中のところに針を刺すの。これが痛い。腎臓は血液でできてる臓器だから出血はなかなか止まらないんだってね。仰向けでおとなしく寝てなきゃダメ。これがきついらしい。小倉智昭さんは2005年の夏に出演したフジテレビ特ダネの中で、平成17年台風第14号により床上浸水の被害に遭ったと発言しています。台風14号は九州に上陸して日本海に抜けていく進路を取ったものの、その大きな勢力によって関東付近に停滞していた周前線に影響をもたらし、各地に大雨を降らせていました。東京都内では杉並区などで1時間100ミリ以上の雨量を記録したところもあり、排水機能の限界を超えた道路や低い土地で浸水被害が発生したとのこと。小倉智昭さんは自宅前の排水口の掃除をしていなかったことから、敷地内の水を排水できず、エアコンのダクトを通じて地下室のオーディオルームまで浸水する事態になったそうで、浸水による被害総額は約4000万円に上ったと語っています。余談ですが、小倉智昭さんの自宅は西武新宿線の東伏見駅にある大道ドリンクアイスアリーナの周辺に建てられており、練馬区立武蔵館公園が近いそうです。小倉智昭さんには2回の結婚歴があります。1度目の結婚は25歳の頃で大学の同級生と結婚、長男も誕生していましたが、転身後は期待していたほど仕事が入らず借金が膨らむことに。結婚生活は約5年で破綻し、30歳の時に離婚が成立します。2017年7月13日放送の特ダネでは、離婚調停を経験したと告白、別々の部屋に通されるなど事細かに説明しており、強く印象に残っているようです。週刊女性のインタビューでは、僕が悪いやつだったと離婚を振り返った小倉智昭さん。直接的な離婚理由は明言していませんでしたが、生活苦の影響も感じさせる文脈となっています。フリーになってから8年ほど貧乏生活が続き、ガスや電気が止まることもあったのだとか。離婚後は元妻に子供の養育費を払うため事務所にも借金をしたと明かしています。2回目の結婚はさゆりさんという15歳年下の女性が相手で、1985年3月に結婚。日本大学芸術学部演劇科の1年生だったさゆりさんが仲間とパソコンのスタジオを見学しに来たことがきっかけで知り合ったそうです。さゆりさんの卒業とともにゴールインしたとのこと。2017年6月22日発売の週刊文春では、既婚女性との密会が報じられました。記事によると、小倉智昭さんは新聞社勤務の40代の女性記者と頻繁に会っていたとのことです。とはいえ、報道が夫婦関係に亀裂を生じさせることはなく、報道と同じ日に放送された特ダネで、小倉智昭さんは不倫疑惑を一蹴。女性記者についてはライブや食事に行く友人だと説明していました。また芸能界きっての愛犬家として知られている小倉智昭さんは、今までに3種類の犬を飼っているそうです。最初は地元の品種である秋田犬ばかりを3匹飼っていましたが、次に迎えたのは飼育が世界一難しいと言われているジャック・ラッセル・テリアという犬種で、名前はミレ。愛犬家の中では禁断の犬とも言われるほどで、小倉智昭さんは自身の経験を踏まえて飼ってはいけないという本を2005年11月1日に発売して話題になっていました。いかがだったでしょうか。今回は小倉智昭さんについて紹介させていただきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。